それがなんでこんな不吉なものがあんだよ。なんか嫌な思い出を思い出すから、こんなもんこんなとこに置いとくんじゃねえよ、ったく。やだよ、もう。人生疲れたよ、もう今年はもう本当に疲れたよ、もう。こんな、嘘と欺瞞だらけの世の中で、何を信じて、何を希望に生きていきゃいいんだー。ん？なんだこれは。ボットボッツ？これが、お菓子とか、その辺の家具とかに変形するやつ？なんでこの子供騙しのデザインは。で、こんなもんガキの遊ぶもんだよ、ったく。誰だこれ。買ってるやつこれバカじゃねえのこれ。この間ね、数月行った時もさ、見たけどさ、これ買ってるやつとかね、なんか正気を疑うよね。こんなもん誰が買うってんだよ。開かないな。開かない。どうしよう。爪もこの間ね、深爪しちゃったからね。どうしようかな。そう、アームズアップ。おー、アームズアップできた。てくさ、ほんとね、正気じゃないんだよ、まったく。あ、ちなみに僕はね、グリスター、そんなに綺麗に取っとこうとは思ってない人なんで、最初にギリギリ開けちゃいます。こんなやつのグリスターいらねえんだよ、ったけよ。なんだよ。誰だよ、これは。なにこれ。フライドポテト。フレンチフライかな。ほらもうこんなね、単純な変形ですよ。もう本当に子供騙しで。ここパカッと開いてからの、こうなのね、スプットマフィン。皆さんおなじみ、フレンチフライ野郎。フレンチフライ野郎。へぇ、フレンチフライ野郎なんだ。かわいいじゃん。こいつはプーシャム。シャンプーか。なんかあれだね。シャンプーするときさ、お父さん、上からお湯流してね。ね、うんうん。じゃあ目閉じとけよ。うん、目閉じる。うーわー、うーん、耳しみるー。みたいな感じでね。かわいい。かわいい。かわいい。シャンプー。シャンプーボトルになるの。シャンプー。僕プーシャも一緒に遊ぼう。かわいいねー、かわいいねー。こんな単純な、かわいいね。次はね、これで、これこれはなんか炭酸飲料の、缶入りの炭酸飲料かな。 NRGs。ナルジーズでいいのかな。ナルジーズくん、これカシャ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 って振って、へん、これで引っ掛けてやる。パカッと開いた。あ、上がなんか炭酸のブクブクになってんのね。だ、ちょっとグロい。見方によってはちょっとグロいけど、ここ開いて開くと、なんかスカッと爽やかって感じだよね。でも色的にはペプシだけどね。ね、ニコーってしてる。なんかすごい、この笑顔を見てると、なんか嫌だったことを全て忘れさせてくれる。うん、ね、僕と一緒にね、シワーって爽やかにね、弾けて楽しく遊ぼうよ。わーい、人生いいことばっかりだよ。かわいい。なんかこいつはさ、あれだね、ペプシコンボイの相棒みたいな感じでていいよね。こいつがね、これはね、パカッて開くと、ほら、ノートパソコン。しかも、ムムムムって顔してる。ノートパソコンで、これでパカッて、これで、お手手出して、後ろの暗夜を出して、ここ、ピキッ、あ、アンテナ出すと、ね、これがね、ラッドダックス。ラッドダックス。なんかこれ天才ハッカーなんだって。このいいよね、このハッカーって言うとさ、ほらカシャカシャカシャ、侵入完了へんみたいなさ、キザな感じじゃなくて、この明らかにもう余裕がなくなってる感じ。もう、うわー、最初はね、
ブラック企業で働いているのに、その精神的なストレスを癒すために、癒すというかそのストレスの発散で、ツイッターとかを炎上させてたんだけど、ついになんかハッキングにまで手を出しちゃって、どうしようどうしよう、いくらストレスが溜まっているとはいえハッキングに手を出しちゃった、俺もう炎上までだったらいたずらの範囲だけど、これはもう犯罪だよみたいな感じで、ちょっと余裕のなさそうな感じがね、いいね、ちょっと可愛いね。ね、一緒に頑張ろう人生ね。僕も大変だから一緒に頑張ろうよ。かわいいね、かわいいね。はい、お友達がいっぱい増えていくぞ。こっち、この子がね、パクシーくん。パカッ、出た。そしてここ開くて、暗闇を出して、じゃーん、手を、ほら、なんかホッケー選手みたいになってる。知らん、スポーツで爽やかな汗をかこうぜ。あ、これなんか目があざになってんだ。あれだね、ちょっとなんかどこぶつけちゃったんだろうね。なんかスポーツマンだけどね、それでもニコって笑顔でね、こんなのへっちゃらだよって言ってる感じがね、かわいい、もうかわいいね。わーい、みんなでスポーツやろうよ。いいねいいね。あ、ちょっとちっちゃいんだね。ちっちゃいだからちょっと弟キャラなのかな。かわいいね。ふい、よしよし、いい子いい子、ふい。ねね、大丈夫？大丈夫だよ。ミズテイク、ミステイクとパッかけてんだね。ってことはこれあれか、消しゴムなのかな、これね。クイクイクイって消せるのかな、これでね。じゃあ女の子なんだ、ミズテイクさん。はーい、私ミズテイクよで、これ、あー、ここボールジョイントになってんのね。で、ここ、出て開くと、なんかちょっとね、気難しそうなね、あれだよね、ミステイクで、ミステイクね。ちょっと男子みたいな感じの、ちょっと男子、掃除サボってないです。ねえ、ちゃんとやりなさいよ。あー、また口うるさいミステイクのやつがやってきたぞ。ちょっと学級委員長っぽいのかな。委員長とかなんかね、生活指導的なね、委員会のなんか女の子、口うるさい女の子ね、ちょっと男子とか言ってるやつ。でも意外と結構きっとね、あれなんだよね、実はみんなの見てないところで乙女チックだったりするんだろうね。かわいいね。後ろの方にちょっと男子でで立たせづらいのは本当に難点だ。えい、これなんだろう、ボトルバーツは水筒か。あのほら、直接なんか口つけて飲むやつ、水筒。ここほら飲む口あるから水筒だね、ボトルバーツ。口こうクッて開いて、いい、なんかあれ、ちょっとボトルバーツクッて開いて、でおてて立ちて、おてて立ちて、おてて立ちて、ボトルバーツ。これ怯えてんのかな、ちょっと怖がりさんなのかな。みんな僕とお友達になってくれるかな。君は友達だよ。わーい、ちょっと男子、友達とか言ってないでしょ、掃除しなさい。もう見せていく、うれしいな。で、なんとですね、待って、これで最後かと思ったんだけど、これ見て、箱にね、ここに何かあるでしょ。なんとね、ここにね、まあ、各セットごとにシークレットでね、ランダムで何かが入ってるんですよ。で、誰が、何が入ってるのかな。よーし、ちょっとシュッと開けてみよう。何が入ってるのかな。うわー、なんだこれは。ボンズアイ、ボンズアイさん、盆栽だね。ボンズアイ、盆栽。なんだこれ、盆栽か。盆栽、パチカッと開くと、何この眠り狂死郎みたいな。盆栽だからやっぱ日本人なのかね、日本的なその侍キャラなのかね。暗夜出して、あー、ちょっと手がおてて出しづらい。ボンズアイ、あ、これ柔道着になってる。柔道着だ、これ。柔道着というかその和服。あ、やっぱこいつ侍なんだ。いわゆる眠り狂死郎だよね。私、
拙者ボンズワイに出そうろうみたいな、うわーなんか日本人が来たよ、おお拙者も仲間に入れてほしゅうでそうろう、いいよみんな友達だよ、やばいかわ、ちょっと待って、かわいくない、かわいくない、子供騙しだよこんなの、こんなの子供騙しだよ、子供騙しに決まってんだよ、もうこれ以上欲しくないね、これ以上遊びたいなんてちっとも思わない、誰が誰がねえこんなのかわいい、こんな誰がこんなの遊ぶかよな、アームズアップ、うん、別にこいつらのことなんか好きじゃないだからね、ただあるから開けてるだけだから、ただなんか捨てるわけにもいかないじゃんね、やべえこいつらのこと全然好きになれねえわ、大嫌いだむしろ、ほんとにね、すぐあれだよ、ヤフオクおっきりだわ、これはレイスフェイス、まあどう見てもアメリカンフットボールのボールですね、ちょっと、うん、閉まってる、閉まりが悪い、きちんと閉まって、うん、で、ここ開いて、あー、やっぱこいつもスポーツマンだよね、やっぱりね、範囲を出してお手手出して、お手手出して、いや僕レースフェイス、僕もスポーツマンなんだ、へえ君もスポーツマンなの、僕はねホッケー、僕はアメフトね、わーい、お友達が増えた、ちょっと男子スポーツとかやってる場合じゃないでしょ、俺ミズテイクのこと好きだな、なんか違う、嫌い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 、大嫌い、こんな子供騙しの、こんな子供騙しの、誰が好きかって、鉛筆だね、鉛筆ポイントデクスター、キラーンってしてる、で、ここで暗夜出す、顔閉じた、ちょっとなんかね、ヒーン、キラーン、ヒーン、俺にかけないものはないぜ、いい、カキカキ、ちょっと男子、私がもうそこ掃除したのよ、ヒーン、ヒーン、来やがって、水テイクのやつが来やがってぜ、ちょっともうあいつんなもんと、しょうがないんだから、でもポイントデクスターのことなんか気になるみたいな関係性でカップリングで遊ぼう、ポイントデクスターは男の子だよね、女の子、まあ女の子でもいいんだけどね、もうね、うん、あいけないみたいな、そんな感じで、かわいい、ひん、僕もお友達に入れてくれよ、おーいいよいいよ、よし次次、あーちょっと小腹が空いたな、あここにドーナツあるじゃん、あれでもこのドーナツよく見たら、あれ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 あ、あれ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 あー、ちょっと待ってよ、私を食べる気、スプリンクルベリードーナツ、女の子かな、ねえちょっと、もう私お腹が丸々開いてんの打ち抜かれちゃったみたい、私こんな変なお腹でも大丈夫かな、大丈夫だよ、可愛いよ、ねえねえねえ一緒に遊ぼうよ、ねえ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 、今度また一緒に公園行こうよ、え、いいわよそんなね、あ、おい、僕も一緒に公園行きたいよ、え、俺が先に誘ったんだい、ユニラアイスクリームコーン、これバニラアイスクリームコーンのダジャレですね、ユニラアイスクリームコーン、なるほど、アイスクリームか、パカッ、あー、あー、なるほどね、なるほどね、なるほどね、ユニラアイスクリームコーン、まあユニコーン、なんかこれアイスクリームユニコーンのねクイーンらしいですよまあすごいユニコーンの形、この中でかなりちゃんと形してるけど、まあ一番側変形だからね、うん、でもユニコーン、あのさ、アメリカの子供のさ馬好き、女の子って馬が好きなんだよね、やたらね、日本だとそういうのないけどね、あのこの間始まった新しい方のリメイク版のシーラでもね、なんかやたら馬に感動するシーンとかってね、向こうの女の子みんな馬が好きだね、マイリトルポニーとか、ユニコーンクイーンのウニラアイスクリームコーンよ、わーユニコーンだー、わーかわいいかわいい、私もちょっとだけ遊びたいな、ユニコーン、わーかわいい、うーん、でも掃除しなきゃだしな、シークレットは何かな、ちょっと開けて、お
なんだこれ、ゲームのコントローラーか。ゲームオーバーくん。ゲームオーバー。カシャッ。カシャッて開いて、うんって開いて、アンヨーラスタ。ちょっとジャズっぽい。よう、俺はゲームオーバーってんだ。みんなでほら、外でよりもゲームして遊ばないか。わあ、ゲームもいいなあ。ゲームして遊びたいなあ。俺はスポーツがやりたい。でもたまにはゲームやるのもいいかな。そうだろ、俺も遊ぼうぜ。俺も一緒に君たちの仲間に入りたいぜ。よし、じゃあ君も今日から友達だ。やったあ。かわいい。かわいくない。はぁ、ちくしょう。こんなくだらないおもちゃを開封するのにもう何分使ってるんだ。ったく、そんな時間の無駄遣いしていないわな。もう一個あるの？もう一個？もう一セットあるの？遊びたくないんだよ、もうこれで。ね。もう、他にやることいっぱいあるんだよ。忙しいんだよ、俺は。ね。こんなくだらないおもちゃで遊んでくる。アームズアップ！シェルダージャック。これ多分ナチョスだよね。ナチョス。僕結構ナチョス好きですよ。最近食べれる店も増えてきて嬉しい。これ、こうやってで、アンヨーを出して、あー、なにこれ、モノクルってこと？うん、シェリダジャック、ちょっとエレガントなやつなのかな。いやみんな、僕はシェリダジャック、美味しいナチョスだよ。あ、フレンチフライ君と一緒に仲良しそうじゃん。いや、僕フレンチフライ。いやー、久しぶりだね。やっと君もここにいたのか。君、彼は君の友達かい？そうだよ、僕の友達なんだ。じゃあ僕も仲間に入れてくれ。ねえ、こいつ僕のと俺のダチでさ、シェリダジャックってんだ。よろしく。わー、新しい友達が増えた。やったね。おーい。あ、オートボットマークが。あ、これトイレットペーパー。トイレットペーパーだね。これをこうやってアンヨ出して、おてて出して、おてても出して、何このちょっとおどけた感じは。トイレットペーパーですね。名前はキングトート。多分キングタット、ミイラってことでキングタット、ツタンカーメン、アメリカでツタンカーメンのことをキングタットって言いますから、キングタットのダジャレですね、キングトートって。ミイラよね。トイレットペーパーマミー、トイレットペーパーのミイラ。あれなんですよ、トイレットペーパーを体に巻いて遊ぶミイラだっていうの、子供だよね、子供の遊びだよね。ねえ、うぃー、ミイラだぞー。キャー、怖いよー。大丈夫、俺が守ってあげるよー。えいっか、うぅ、うるー。なんだ、なんだこいつ、ミイラだと思ったら俺たちと同じような、ボットボッツじゃないか。そうなんだ、ミイラごっこして遊んでたんだ。なんだ、お前面白いやつだな。おい、お前も来いよ。うわ、いいのかい？うん、いいよ、いいよ。よっとー。これは、これシャンプーボトルですね。これ石鹸のボトルみたいです。石鹸のボトルからアンヨが出てきて、 お顔が出てきて、おててが生えて、で、あ、なるほど、こうやって、あ、このシャンプーボトルのこの出すところがね、あのフックになってるのね。海賊、はははは。で、わしは海賊じゃ、ほうほうほう。で、サドスバード、サドスベー、サドスバー、サドスバード、サドス、サ、サドスバ、バレド、みたいな、そういう感じ。クリーニーパイレーツソープ、綺麗、綺麗好きの、綺麗好きの石鹸海賊さんです。ほうほうほう、我が輩は、サドスバード、7つの海と7つのお風呂を旅した勇敢な海賊だ。わ、海賊の船長だ、キャプテンだ。よーし、キャプテン。うお、倒れちゃった。
キャプテン、キャプテンも僕らのところに行けなよ。おお、みんなで7つのお風呂を、あ、ほら見てよ、足がほら片方ね、義足になってる。完全にもう海賊じゃん、かわいい。こういう細かいデザイン好き。ミイラにハッカーにユニコーン、そしてあのおあーほら眠り狂死郎に、あと眠り狂死郎にこのね院長もついてる。すごいすごい、よくないよくない。こういうね単純なキャラ付け、こういう単純なキャラ付けでね、キャラクター付けで別にいってるでね、もう下り顔のこれを作ったやつがもう憎くて憎くてありがたくてしょうがない。ちくしょう。で、今回の俺の個人的なお待ちかね、個人的なお待ちかねってなんだ、別にこんなの待ってねえよ。じゃん、ワドルポップ、チョコレートのアイスキャンディ、バニラにチョコレートかけてアイスバーですね。アイスバーがカシャ、あ、棒が2つに割れた。カシャカシャ、じゃあペンギンさん、やばい、ペンギンさん死ぬほど可愛い。ペンギンさん、よち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 、ペンギンさんだよ、よち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 。はあ、足は前に出すのね。よち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 、よち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 、よち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 。やばいやばい。よちよち、よちよち、よちよち。わあペンギンさんだ。わあかわいい。わあペンギンさんだ。よち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 。はあ、頭どうかしそうだな、これ。あーペンギンさん、あーついに水テイクもこのペンギンさんに心奪われてしまった。よち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 。本日最後のシークレットはいいかな。何これ何これ、マジで何これ。スティンキーステープレットン、スティンキーステープレットン、あ、ホッチキスね。いわゆる日本でいうところのホッチキスなのかな、この人はね。ステープレットン、スティンキーってことは臭いっていうか、多分あれなんだろうね、ちょっと嫌なやつなんだろうね、意地悪なやつなんだろうね。ちょっとあの友達と仲良くするのが苦手みたいなね。おー、あ、ほら悪そうな顔してるもん。へぇ、おめえれおめえれ、みんなみんなで仲良く仲良しごっこしやがって、へぇへぇ、お前らみんな弱虫だからつるまなきゃ遊びないんだ、へぇへぇ。そんなことないわよ、あんた本当も本当は一緒に遊びたいんでしょ、こっち来なさいよ。ん、そんなことねえよ。ステープレトンも一緒に遊ぼうよ。別に俺はどうでもいいんだけど、お前らがな、そう言うんだったら一緒に遊んでやってもいいぜ。というわけで、なんか眺めてるだけで思わず笑顔もほころぶ、何も信用できない世の中ですが、でもなんかこのボットボッツ見てると心が癒されるというか、あ、こいつちょっとスラスと似てるのかな、あ、なるほど、スラストって G1 アニメの劇中で臆病だったから、こいつもスラストっぽいから臆病なのか、なるほどね、なるほど、ちょっと面白い。うちが本当に注目してなかったんだけど、この間数節の会議に友達買って遊んでるの見て、なんかいいなって思っちゃって、いいな、羨ましいな、僕もお家にこの子たちが欲しいな
って思っちゃってついつい買っちゃいました。割とねマジでいいよ、なんかいいよ。他のマスターピースとかムービー系のやつの良さとは違って、なんだろうね、あれはほら変形がいいとかデザインがかっこいいとかいろいろあるけど、あのこれなんかねいいよとしか言いようがない。なんかいいよ、うん、すごくいい。ほらペンギンさんが超かわいい。よち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 、僕ペンギンさんかわいい。あのねちょっと軟質プラを使ってるからちょっと寒い時期はね変形させにくい子もいくつかいると思うんだけど、それはあれだ、あのお湯でちょっと温めてあげるとねすぐ簡単に変形できるようになるんでね。意外でした、心を奪われてしまいました。嘘だと思うなら遊んでみな。あんまり注目してない人実は結構多いと思うんだけど、いいよマジでいいよ、マジでいい、マジでいいよ、あのマジでいいとしか言いようがないんだ。マジで可愛い、もっと集めよう。友達と喧嘩したり、まあ、仕事でいろんな人に振り回されたりしたけど、ボットボッツのおかげで今すごく僕元気です。笑顔でいられます。ボットボッツよありがとう。もう僕の心は癒されっぱなし。じゃあねみんなバイバーイ。やっぱねボットボッツ持ってると勝ち組だわ。うんうん、マジでマジでマジだと言ってんだろ、しつこいな君も。